ゃいいよ、だって練習だよ。はーい。うわ、なんか蜂が来た。上が水。あ、ここに蜂がおるで。ほら、蜂、蜂。うん、階段があるよ。うん、降りてみよう。うん、服が全部入れてくる。へえ。水切れ、うばが水です。うばが水です。見て、水が出るよ。ほら、湧き水。そっちで手洗って。気持ちいい？うん。冷たい？冷たい。これ録画できてるんですよね。ん？これ録画できてるんですよね。録画ってなってた。うん、なってる。今でできてるんですか？うん。一回押してみて。こっち、皆さんこっち見て、こう川の流れが消えたろ。うん。ここまで降りたことなかった。本当に？ないです、ないです。え、みんなここで水汲んでるんですか？そうだよ。あ、そうなんだ。え、これはどこから湧き出てるんですか？まあ、冷たい。我が滝って言われてるよね。私なんか意識ない。冷たい。気持ちいい。大きい石ない。何？大きい石。石？なんかあの水質調査もして飲める水なんだ。へぇー。リキ飲んでみてよ。手で水汲んで。結構。うん。探してきいよ。あの道路の方とか、道路の方。綺麗やもんね。子供の時にね、なんか、聞いた話が、石を組んでプールにしてたって聞いた。ここですか？こことか。へぇー。ケーパーでもそうやってやりよったって聞いたよね。こう、せき止めて。そう、プールにしてた。川をプールにしてたって。へぇー、でも気持ちいいでしょうね、これ。冷た、気持ちよさそう。ここなんかプールよね。結構冷たい。子供たちからしたらここプールよね。すげえ。え、この水がすごい冷たかったけん、びっくり。の先です。え、どこが三段の先？これ？あ、ここめっちゃ来た。ここか、これが上から見た。うん、上から見たら三段の先。1トン、2トン、3トン、4トン、5トン。これ長靴で降りて下から撮ったのがある。あー、長靴で降り、あ、長靴で行かんと下までは降りないんですか？多分ね、この辺が山の距離。あ、そうなんや。行け、届かんわ、多分。わお。